いつもご視聴ありがとうございます。今回は規制強化で優待券の販売が非常に厳しくなったメルカリでの優待券販売の注意点についてお話ししていきます。動画の内容はこのようになっております。優待券販売でアカウント停止、メルカリを失うと痛手、復活することはできるのか、禁止出品物の見分け方、判別法、出せないものをどこで売るのかまで、現在制限を受けている方や、今回の8月9月権利の株主優待で制限を受けた方まで参考にしていただけると思います。特に、当チャンネルには多い優待券の販売を前提とした取引を行っている方には必見の内容となっております。それでは行きましょう。当チャンネルでは、優待券の売却、あるいは他から自己使用のために、優待券を買ってくる購入、これも投資行為として有益であるという判断のもと、売却購入戦略を取ってきました。売却した資金を原資として、さらに投資していくことで、より効率化が期待でき、さらなる結果を出せる。その中で、メルカリは非常に大きな役割を占めていたわけです。先日、無期限の利用停止、いわゆる赤番となってしまいました。どのような経緯で、こうなったのか、ご説明しますね。現在、このような状況に置かれている方にも、参考になるはずです。まずは、ただの削除。これからスタートします。事務局からのメッセージもかなり柔らかく、この時点では停止まではかなりの距離があります。今現在、この状態であれば、心配することはないでしょう。これから気をつけていけば、問題ありません。これを複数回、これは個人差があると思います。繰り返すとどうなるか ?24 時間の利用制限、レベル1になります。これは、JAL 日本航空を出品した際に受けました。この時点で4回目の注意となります。今現在、この状態の方は多いと思います。その場合、文章の下、ここを見てみましょう。事務局といたしましても、継続的にメルカリを利用していただきたい。この文面があれば、おそらくまだ大丈夫です。今後同じことを繰り返さない限り、停止までの距離があると思います。これをさらに複数回繰り返した場合、これがどう変わってくるのか?こうなります。24時間の利用制限、レベル2。下の文章から、継続的に利用していただきたい、の一文が消え、アカウント利用停止という文面に変わっています。これは非常に危険な状態で、まさに首の皮一枚つながった状態と言えます。このレベル1からレベル2への移行には、3ヶ月程度の期間があります。つまり、最低でも3ヶ月はリセットされない、もしくは、ずっとリセットされないかもしれません。一度でも、制限を受けるとずっと溜まっていくシステムの可能性もあります。この状態で、もう一度削除を受けると、こうなりました。無期限の利用停止。この場合、削除回数は8回でここに到達してしまいましたが、人によって差があると思います。こうならないためにも、これからルールの説明や、こうならないための対策をお話ししていきます。まず、前回のバージョンアップ時なのか、定かではありませんが、AI による自動検知機能が大幅に上がっています。かつては、現金すらも出品されていたメルカリですが、現在同じような感覚で、出品をしているとすぐにこうなります。無法地帯、メルカリ、今はもうありません。一から考えを改めなくてはなりません。なぜ無期限停止になったのか?これは明確で、禁止出品物を出し続けたからです。ここから、その禁止出品物を説明していきますね。まず、電子コード系。一例として、ヤーマン、アイスタイル、ギフトホールディングス、バロックジャパン、ユナイテッドアローズ、出品。これらの優待券がこれに当たります。注意点としては、電子コード利用が可能。可能というだけでダメなんです。よくオンラインストアで利用可能というようなものも、これを含むだけでもダメです。たとえ、紙の優待券であったとしても、コードが使えたらダメということですね。逆に、電子コードがつかなければ OK という場合があります。ビッグカメラの優待券が削除されたと視聴者さんから情報をいただきましたので確認してみました。そうしますと、
ビッグカメラ株主優待券の出品は可能とのことでした。では何が問題だったのでしょうか。東風のクーポン、これをつけていたからではないかと思います。このポイントアップクーポンは電子コード扱いになっていると思われ、優待券単体の出品は可能のようでした。次に、チケット系、使途限定系です。これは近鉄や富士急行、南海などの鉄道系優待、サムティなどの使用者が限定されているものがこれに当てはまります。サムティなどは電子コードでもあるので絶対に無理でしょうね。ただし、JR 九州などの割引券、これは OK だと思われます。ただし、鉄道株主優待券、これはこれだけで乗車券の価値を持たないため、一見有効ですが、グレーな可能性も高いです。鉄道系や交通系は、金券ショップでも比較的高値で買ってくれます。手数料を考えると、自分で出してもさほど変わらないので、持ち込んでしまう方が安全ですよ。そして、これです。プリカ、金券系、これが優待券で一番引っかかるものです。例えば、スカイラーク、コロワイド系、コメダ、西松屋、イオン系、こういったカードにチャージされている形のもの、これらはすべてダメです。百貨店系は割引なので、プリカではないですが、同様にグレーな存在です。コロワイド系や百貨店系などは、購入者にカードの返却を求めた場合、古物商にも引っかかると思われるため、さらに注意が必要です。これらの出品物をよく理解しておく必要があります。適当に出して、削除が積み上がっていくと短期間で停止となってしまいます。他のユーザーが出している、他のユーザーが取引できたから大丈夫。これらは一切通りません。他が良くても自分だけダメ。理不尽ですが、このようなことはよく起こります。そこで、このように考える場合もあるでしょう。禁止出品物の中には、相場の2倍以上で取引されているものがあります。取引成立させてしまえばこちらのもの、売り抜けよう。これをやるとどうなるのでしょうか。たとえ、代金が支払われていてもキャンセルされます。商品の発送を終えたとしてもです。確かに、ヤフオク比で2倍は魅力なのですが、そもそも取引が成立しません。売り抜けは非常に困難です。メルカリを失うと非常に痛いです。メルカリは重要な販路であり、他より高く売れる。これが一番の売りで、それによって高い手数料を支払う価値があるわけです。見られる数が他とは圧倒的に違います。全く同じものを、ラクマとメルカリで出し比べると、10倍の差がついたこともありました。無期限停止となると、相当に痛いです。復活することはできるのでしょうか。一般的にメルカリは非常に厳しく、アカウント停止からの復活はかなり難しいとされています。本人確認をしてしまうと、再登録も困難となってしまいます。お祈りメール、反省文をすぐに送れば解除される。このような話が囁かれていますが、実際どうなのでしょうか。送ってみました。なんと、本当に解除されました。今回に限り、と条件がついてはいますが、確かに解除はされることがあるようです。ただし、誰にでも当てはまるわけではないこと、これまでの売上や違反の頻度、登録していた期間など、判断の基準があるものと思われます。メルカリにとって、この人は残した方が利益になる、このように判断してもらわないと、まず解除はありえません。やはりならないことが一番であり、ならないための対策をしていきましょう。禁止出品物判別法。メルカリでは、これがダメと具体的な商品名があるわけではありません。そのため、意図せず禁止出品を行ってしまう危険が常にあります。過去にメルカリで取引をした経験があっても、現在は規制強化されており、ダメなことも多々あります。スカイラークや富士急行などは、過去に普通に売られていましたが、現在では絶対にダメです。ですから、出す前に適切に判断し、出品していく必要があります。まずは、これから出そうとする商品を検索してみましょう。これで、ある程度ダメなものはわかります。このようになっていたら、絶対にダメです。これはバロックジャパンですが、直近配送優待にもかかわらず、すべて売り切れ、
このようなことはありえません。最新のものが出品できておらず、一番上の商品が24日前、このようになっています。強い規制がかかっていることが想定され、出品した場合、即削除でしょう。AI は画像と説明によって判定しているものと思われます。これも絶対にダメなパターンです。あまりにも少なすぎる場合も要注意です。これは取引が成立していますが、ダメなパターン。6000円分が6000円で売れるというのは魅力的ですが、同じように出品している人は多いと考えられます。しかし、検索には一切上がってこない。つまり、それだけ消されているということですよね。高く売れるからと勝負に行くとやられます。これはさらにダメなパターンです。検索しても出てこない。これはありえないことなので、運営側が出すな、と言っているようなものです。先の2例以上に、反応は早いと思われます。誰もいないから高く売れる、と思って出すと、すぐに処分を受けるでしょう。これらの危険商品を出さない。これだけでもかなり防げるはずです。発送直後は、違反商品も多数出てきてますので、わかりづらくなります。ですから、すぐに売る、ではなく、少し待ってから売る。この方が、安全で結果的に高く売れることにも、つながる場合があります。メルカリにおいては、需要が供給を大きく上回る状態。これは必ずしもチャンスにはなりません。見るからに少ないものは制限されている可能性が高いからです。もし、不安があれば、事務局への問い合わせを行いましょう。ネットなどでは、対応が悪い、と言われていますが、親切に対応してくれますし、土日でも対応してくれますよ。最後に、メルカリで売れないものをどうするのか？メルカリで禁止されているものは、当然メルカリでは売れないわけです。そんな時にどうするか？お話ししていきますね。鉄道や交通系、クオカードやギフトカード、これは金券ショップへの持ち込みか、ヤフオクのいずれかで、売却していくことになります。金券ショップはより大量に、大口で持っていくといいでしょう。そして駅の中がおすすめです。鉄道系は駅とそれ以外で、買取価格が大きく違うケースがあります。比較的大きな駅なら、大体あります。金券やクオカードは、企業名が入っているかどうかで、買取価格が違います。企業名が入っていない方が、買取価格は高い傾向です。一方、ヤフオクは結構きついです。金券ショップなどのストアとの価格競争、買い手のレベルも、フリマアプリとは比較になりません。非常にレベルの高い買い手が多く、相場以上の価格で売ることは不可能です。電子コード系、こちらはメルカリでは出せないため、ラクマ、ヤフオク、この2つとなります。個人的にはラクマがおすすめで、ラクマといえば株主優待の出品が規制されている、そう思われる方も多いと思いますが、実際には規制されていません。これを見ると、確かに一見ダメそうに思えます。しかし、よく見ると、不適切と判断する株主優待券とあります。実は、ラクマでは禁止している優待券を具体的に表示しています。スカイラークやくら寿司、ビッグカメラ、サンリオなどはダメと書かれていますね。これは確認が可能となっております。コードがあるものは大丈夫なのか？質問を見てみると、商品自体の発送があれば問題ない。このように判断できます。ただ、優待券が電子ギフトに当たるのか？ここはかなり曖昧でグレーであることは確かです。ただ、ラクマお知らせブログで1年前の記事の中にこんなものがありました。株主優待券の取引をされる際は、との記載があることから、取引自体は禁止していない。これは間違いないと思われます。実際に多数の電子コード系優待が出品されており、特に制限もない様子なので、可能ではないか、と考えています。一方、ヤフオク、こちらは規約上も可能であり、何の問題もないわけですが、やはりストアとの競争、これが一番のネックです。ただ、コード通知発送も可能なので、送料はカットできる場合があります。ヤフオクではストアとの明確な差別化、価格以外で競争力を持たないと勝てない、一番きついのがヤフオク販売だと思います。優待を取得する段階で出口も考えていくといいでしょう。売る場合、
どこで売れるのか、ここまで検討した上で銘柄選びを行うとよりいいのではないかと思います。やはり売る必要のないクオカード、金券の価値はやはり高いです。最後まで見ていただきありがとうございました。少しでも参考になったら嬉しいです。よろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。